皆さんどうもこんにちは、プラキチです。はーい、ということでね、案の定ね、案の定買えなかった、エントリーグレードのさ、ストライクガンダム用のさ、ストライカーパック、ちょっと割高の1200円、あれ高くね、割高なんだけど、まあ、あの内容だったら、まあ、しょうがねえから、まあ、今、ガンブル高いしね。まあ、でも、買えなかったね、案の定ね。ところでさ、エントリーグレードのストライクガンダム、もうなんか消えたよね。売り場からね。散々みんな見向きもしなかったくせに、買わなかったくせにさ。あれなんすかね、エントリーグレードのさ、ニューガンダムもさ、ファンネルとかさ、ヘビーウェポンシステムのさ、パーツがさ、ああやって武器セットみたいな感じでさ、売られたら、今さ、ガンプラ売ればにさ、なんか棚出しになってるエントリーグレードのニューガンダムも売り切れるんですかね。まあみんな現金だね。はい。で、どうせね、このね、次出るランチャーストライクガンダム用のね、このなんだ、次ソードとランチャーセットだっけ？セットだよね。ソードとランチャーの、パック？もう多分どうせ買えねえから、だって俺エールストライカーパックのセット、俺、見てもねえもん。影すら見なかったから、多分まだどうせ買えねえから、でもいいよ、別にQHG の、エールストライカーパック、作るからいいよ。あと、これ、このね、コレクションシリーズのね、この2個もね、このエントリーグレードにね、付けれるんですよ。これね。付けれるから、いいんだけど。でも、武器セットしたら買えねえの？武器セットなんで昔余ってたじゃん。ねえ。てかさ、このエントリーグレード、今なんかなくない？ストライクマジで。増産したんじゃないの？ないんだけど。まあ、持ってるけど。持ってるんだけど。一応ね、保険でこれも持ってますよね。なわけのわかんないクリア仕様なんだけど。まあ、普通に塗っちゃうけどね。あれだっけ、エールストライカーパックのセットってこれもついてるよね、このバズーカみたいなの。まあ、水中用のビームバズーカだっけ、これ。ちょっと忘れしてるけど。これと、エールストライカーパックと、あとなんだっけ、パーフェクトストライクガンダムにするための、なんかなんだ、アダプターみたいなのもついてるんだっけ。まあでも1200円割高だよね、ちょっとね。こう言っちゃ悪いけどね。あと本体がこれこのライトパックっていうこの袋のやつあんじゃん。袋持って500円だったよね。確かね。ちなみに俺、これガンプラ一番くじの、よくわかんない中段版のクリアだったやつを塗っちゃったんだけど、ちゃんとしたの買ってねえな、箱のやつ。あれ？俺覚えてないんだけど、エントリーグレードのストライクガンダムってさ、箱のやつって盾とライフルあったっけ？盾とライフルついてるっけ？ちょっと忘れした。ただね、これ、一応ね、ストライクガンダムのエントリーグレードを2個持ってるんで、2個持ってるんでね、もしね、ランチャーとソードのね、武器セット買えなかったら、これをね、使えますね。はい。保険でね。マジエールストライカーパック？マジ影すら見なかった。匂いすら嗅げなかったけどね。武器セットすら売れるんですね、今。すごいね。はい。まあ、そんな感じでね、そのうちね、エントリーグレード、ニューガンダムの、ファンネルのさ、何、パックとさ、何、ハードウェポンシステムのパックとか出るかなと思ってね。ちょっと楽しみにしてますね。はい。まあ、そんな感じでね、プラキチでした。バイバイ。